それでは御朱印帳のオリジナル制作についてご紹介をさせていただきます。御朱印帳といいますと、まあ、皆さんご承知のようにですね、神社とかお寺へ行ってですね、そこで、参拝した証として、御朱印をこの中に押して いただきます。そして、そこで、まあ、毛筆で大体こう一筆書いていただく、まあ、それをずっとこう、書き溜めていくという形で、使われます。御朱印帳の使用につきましては、ですね、こちらになりますね。まあ、この独特の蛇腹式の仕立てになっております。使用している紙は宝書紙という、若干厚みのある和紙を使用しておりまして、24折りというのが、まあ、一般的な仕様になっております。ここの表紙のすぐ内側から数えて1折り2折り3折り4折り5折りそして24折り、これ両面仕立てですので、両面で48面という仕立てになっております。オリジナル制作の対応としてはですね、まあ、このように表紙のデザインをオリジナルで制作するというところが、まあ、大体基本的なご対応になります。ロットは100冊からのご対応になっております。そして表紙の種類ですけども、主には紙表紙と布表紙という分け方になっております。紙表紙はこちらですね。紙表紙の場合はオフセット印刷をいたします。そして、まあ表面にですね、PP 貼り加工をすると非常に、まあ、強度が強くなるというメリットがありますので、こちらは、光沢ありの PP 貼り、そして、ご希望によってはこちらのように、光沢のない、PP 貼り対応も可能になります。次に布表紙ですけども、フルカラーデザインの場合はポリエステル生地を使って、転写印刷をするというご対応になります。またフルカラーデザインでない場合ですね、このような折り生地の表紙もございます。ドンス生地、無地、このような折り生地の場合ですね、こちらの場合は、フルカラーでのデザインはできませんので、基本的には白押し対応でのご対応になります。このような白押しですね。白押しの場合は金、銀、あるいはその他色の箔がご希望があれば対応が可能です。その他変わった表紙ではこの PU 表紙がございます。こちらは、ポリウレタンということで、ちょっと革のような風合いの表紙になります。こちらも4色フルカラーデザインの対応が可能です。以上、まあ、表紙のデザインが主な対応ですけども、まあ、ご希望がありましたら中紙の方も2色印刷まででしたらご対応が可能です。その他ですが、表紙のカバーをつけることができます。このように透明の PVC カバーですね、簡単に取り付けができるということと非常に、まあ、価格が安いというメリットがあります。その他では巾着袋の対応が可能になります。これは丸々御朱印帳がすっぽり入る巾着袋になります。ポリエステル製で転写印刷での4色印刷が可能になります。こちらですね、こういう形で2冊ぐらい十分余裕で入るという大きさになっております。最後に、生産スケジュールですね。データ入稿いただきましてから約2週間で構成サンプルお渡しになります。そして考慮後約40日での納品対応ということになります。以上、御朱印帳のオリジナル制作についてのご説明でした。どうぞよろしくお願いいたします。